さあ、ということで今日も今日とてマリオカート Wii オンライン対戦やっていきましょうか。まずクッパキャッスル、人は 2,4,6,7 人ぐらいかな。あんまり人多くないんで、まあ人増えなかったら部屋替えしようかなと思ってるんですが、とりあえずねこの部屋でやっていこうかなと思います。いやね、前回パートカート使ってねレート下がっちゃったんで、今回はしっかりファンキーコング、そしてこのスーパーバウザー使ってこの最強カスタムでレート上げていきたいなと。危ねえ、キラーめちゃめちゃ蛇行運転するやん。さあ、キラこないっす。いや、でも、パクた。しっかり軽減しつつ。いやね、口内炎できちゃった。マジで。なんかね、喋ってる時に舌を噛んでんのか知らんけどさ、長時間配信とかしたら、めちゃめちゃ口内炎ができてしまうんだが、これバナナ。ワンチャン当たんないか。ここで置くのミスったら、この辺で置いた方が当てやすかったかもしれない。さあ、ターボ3回からの、これ、ちょっと言っていいか、自分、やっちゃって、いいっすか。はい、あぶねここいや、マリオカートビーね、壁の判定がクソ強いから、今ちょっとカスタでもビタッと止まっちゃうんでね、絶対に見せりたくなかったんですが、しっかりドゥーム決めていって、このインコース置いていって当たんないかな。あそこね設置できたんで、まあ2人目のドゥーム、あそこのね柵のリショートカットを封じたんだけど、逆に自分も封じられちゃうんでね、あとひたすら早く走るしかない。あ、ここね、コース広いから、逃げ切れるかなとは思うんだけど、ここ、いい設置でしょう。当たるでしょう。当たんない。あれ設置の才能がないかもしれない。あんまり1位出て、設置しまくるっていう立ち回り、する機会が少ないから、設置も勉強していかないとね。やっぱ上手い人は設置も、うわー、あ危ない、あー、怖すぎますね。怖すぎだろ、あのアイテム、マジで。一番やばいわ。どのアイテムの中でも、もう本当に恐怖心で言えば、一番やばすぎる。さあ、バナナしっかり残ってるね。なんで、もうここ2位とも、かなり距離開いてるんで、まあ、トゲゾだな、怖いのは。マリオカートいいね、30秒縛り。一回投げたら30秒出ない縛りがないんで、ポンポンと連続で来てしまう可能性があるから、そこは運ゲーなんでね。気にせずにこの設置、インコース。さらにこの辺にも置いて当たってる？オッケー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 。いいね、バナさんも強い。これ当たるっしょ、さすがに。これ当たんなかったら、さすがに下手すぎる。で、ブレーキは踏ませられると思うんだけど、オッケー当たってるね。いいね、いいね、いいね。そしたら、ここ曲がりつつ、ここも置いちゃって、バックスナーもなんか、有効に壁反射したりして、当たったりするんじゃないか。当たってる！はいはいはい！やべ、前逃げ楽しい！やべ！結構マリオカート打開でやること多いから、前逃げってこんな楽しかったんだってぐらい楽しいな。さあ、ここも最後じゃあウィーニングバナナ置いちゃって対戦。ありがとうございました。完璧だね、このレース。トゲも来なかったし。さあ、レートこんな感じ。まあ、9000台いた。9000台に勝ちましたということで、人数増えないかな。まあ、この部屋で頑張っていこうかなと思うんですが、行きましょうか。さあ、ヨッシーフォールズ行きましょう。ヨッシーフォールズめっちゃ久々に走る気がする。ここなんもないからな、マジで。結構なんか雰囲気は好きなコースなんだけど、ただただもうぐるぐる回る、なんか大きい版ビビーパークみたいな感じだから、ちょっと地味な展開になりつつあるけど、さ、キラーナイス。そしたらこれ、3周目までキープでいいな。結構ね、本当に一瞬で3周目終わっちゃうんで、俺一瞬も30秒ぐらいで回ってるんで、もうこれ3周目まで全然キープはできると思うから、いいところに持っていこうぜ。さあ、ここでウィリー入れる。いやー、早いわ、3だ。マジかよ。まあ、もう一回ね、8位で割れるんで、あわよくばもう一回キラー来てくれる。噛みすぎ。しかもトゲいってる。あわよ、あー、今使うか迷った、マジで。ゴム系でアイテム飛ぶのやばいからな、普通に。スターも来てる、バックスラもやばい。引かれないよね、さすがに。オッケー。そしたら、いつ使うかって言われたら、この、あれか、トゲナイス？めっちゃいくね。お、神キノコ？あ、最高かよかった。これ食ってから使おうったら使えんかった。さあ、ここ、いやー、そっち行くんかい。なんで外回りすんだ。まあ、伸ばしていくけど、いやー、サンダーのタイミング若干遅いな。でもなんとか、後ろも回避してないから、3位入れると思った4位かな。悔しい、紙一重だったな、今。回避できたら1位だったな。ほんの数秒、あの、キノコ拾ってたら勝ってたじゃん。くっそ。さあ、マリオサーキット GC のやつ行きましょう。ここ好きなんだよな、普通に。思い出補正もあって。まあ、ゲームキューブのマリオカート好きなんで、まあ、つまりどういうことかわかりますか？勝ちです。このステージやらせたら勝ちです。まあ、できれ、今の、なんでバナナ壊した？え？
前にいるゴリラに餌付けしたんだけど、どういうこと？お尻伸びちゃった。まあまあなんかラッキーだわ、行きましょう。さあ1位出れたんで、まあ最後ね、最後っていうかあそこの序盤のワンワンがいたところへん、あそこの所得が強いから後ろから行く方がいい気がするんだけど、まあ前出れてるんで走っていきましょうか。パウダー設置しといて、2位結構離れたね。オッケー。しかもキノコ落ちてる、噛みすぎ。なんでここ落ちてんだ、あのレース始まったばっかなのに1周目のあそこで落としたのか、かわいそすぎる。さあ伸ばしていって、これもうトゲ一発でも耐えれるぐらいあれじゃない、離れてない。今日はかなりいい前逃げができそうなカート、そこバックスなしでいいか、まあ、どんどん攻めていいな、投げていきましょうか、まあ、四角から急に逃げたり反射だったらワンチャン事故ったりすると思うんで、ここちょっと相手ボックス紛らわしとくわあれ分かんないでしょ本物どれか。さあここジャンプアクション2回入れんの好き、耳で攻撃来てる、これいい角度でバックスに入ったんじゃない、ワンチャン当たりそう、当たってねえか、いや逃げ切れないな、これもう一発攻撃来てもおかしくないんだよな、でも怖すぎる。この辺置いといたらちょっとやらしいでしょ、で持ってワンワンは絶対くれたくないんで、アウトで安牌でいつトゲ絶対来んなよ、振りじゃねえぞ。サンダーもありえるんだけど、サンダーならまだ全然ワンチャンあるとは思うんで、トゲだけ本当に、赤コーラも大丈夫、ワンチャンバクスナ決めたい、これバクスナ決めたらもう勝ち確、そこ前投げちゃった、やばい、自分が死ぬ自分が死ぬ、当ててるけどダート噛んじゃった、ダート噛んじゃった、ダート噛んじゃった、逃げてファンキーやらかしたやらかしたくせ、なんであそこでダート噛んじゃうんだよマジで、もったいねー。2位かー、くっそ、あ9000の人だ。さあマリオサーキット2連64の方行きましょう。64の方はもう打開だな、完全に。さっきのは打開が強いヨーグルトだけど、こっちはもう完全に打開なんで、まあ運よくね吹き飛ばされたんで、まあここはしっかりアイテム厳選していこうかなと思います。日野さんか、まあスターがいいね、すぐ交換でき、かつショット化とかね、めちゃめちゃ強いスターが欲しいんですが、スターいらっしゃいませんか、お客様の中にスターはいらっしゃいませんか。まあキラーでもいいけどな、まあ一番はスターな気がする、キラーよりなんだかんだ強く立ち回れそう。ほんと序盤にキープしておきたい、出る本数決まってるんでね、キンキラしか出ない。まあここショート化しつつ次も8割できたら出るんじゃないかと思ってるけど、これ何人目だ、9か、後ろのドンキーが最下位だな。さあスターナイス、でかすぎる。そしたらこれ3周目まで頑張って持っていきましょうか、できれば持っていきたいけど3打振りそうだな、まあ、今振っても全然大丈夫。怖いのはこうやって抜かしちゃった後に振られるのが一番嫌なんだよな。5位まで来ちゃった、まあ3の1か2か、最下位がマジで怖いな、あれいつ振らせるか分かんねえ、即算しそうだもんな。サッカー投げてる、ここはテイク入れていって3位まで来た、これ3の2まで粘っていいか、3の1ちょっと早い気がする、いや振らしそう、怖いマジで怖い。でもドンキ上がってきたね、雷大丈夫、ここだな、ここだな、ここで交換しつつ振ってくれ、インついてここもショットか行って、振らねえか、振らないのか、赤いってるけど、まあ、刺さんないでしょう、これはインコースで消したい、オッケーオッケー、消してトゲいってくんねえか、じゃあ赤も消された、そこ、あー投げれんかった投げれんかった全力の前投げ偽アイテムボックス決めようと思ったら投げれんかったわ。まあ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 、2位なら全然いいでしょうということで、しっかりね、いい立ち回りもできたんで、今回パートはこの辺にしておこうかなと思います。レートも、まあ若干200ぐらい上がったんじゃないかな。さあ、ということで、プラス70で今日は7579でフィニッシュと。やっぱカートじゃなくて、ファンキーバイクウィーだわということで、皆さんご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とコメントを残してくださると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。